毎度いつもありがとうございます。必死です。デジャブミッションの全敵兵士マーキングですね。やっていきましょうか。で、3分切れると思います。一応、僕の新記録3分10秒で止めてます。あえてダラダラしてこの記録なんで、でまあ、実況しながらでも本気でやりますんで、3分は切れ余裕でいけるやろうなっていう感じですね。まあ、50秒台かな。はい、まあやっていきましょうか。3分10秒の153位、これがどうなるかですね。はい、じゃあいきましょう。どうぞ。はい、な、行きましょうか。まずは真後ろぐるーっと回って、こいつ謎の写真を手がかりにその場所を見つけ出し、こいつマーキングね。んで裏ガン取りますね。おい、で、この坂の上のところにこいつね、ヘリパッドのところにこいつがおるんでマーキング。おい、でこっち側にもいます、この辺マーキングね。はい、でちょっとこんな風に中入っていって見張り台の上。オッケー。でこの辺で、ナイトゴーグル装備しますね。でこの辺におるやつがおるのよね。はい、オッケー。ほんで、この辺におるんやけど、おっとおっとおっと、こいつ向こうに一人と、手前に一人と、で、さらに向こうに一人。OK。ここで8人ね。で、ヘリパッドに行きましょうか。おい。ここに一人ね。おい。で、ここに、ん?ヘリの横のとこね。一人。で、ここにおるやつはちょっとマーキングできません。で、一旦無視で、ここね、1、2、ほい。で、こっちね、下にいます。はい、オッケー。で、ちょっと走って、さっきマーキングできなかったこいつ。はい、これで14、あと2人、行きましょうか。で、ここやね。ここでリフレックスもらえたらいいんやけど、もらえたね。ドーン。はい、終わり。あと一人、こっちです。ほいほい。おい、2分26秒ですね。大幅にタイム更新できました。まあ、こんな感じでやれば楽勝じゃないかなっていうところですね。かなり楽勝でしょこれで。もう普通にクリアして終わりますね。おい、まあ楽勝ですね。おい、そのネズミはアラスカハダネズミだな。はい、というわけで、結果出ました。で、自己新3分10秒から2分26秒ですね。大幅にタイムを縮めまして、153位が、76やったかな。さっき見たんですけどね、これ76位ですね。まあ、大体こんな感じの順位になると思います。ちょっと Xbox とかプレステ4とか3とかな機械によって変わるかもしれないですけどね。
まあ大体こんな順位じゃないでしょうか、どこも。まあ結構簡単ですよね、デジャブのマーキングは。なのでまだやってない方は参考にしてみてください。はい、ではではまたお会いいたしましょう。さよなら。